今回は当店から発売をされるタイヤデカールの貼り方をご紹介します。こちらのデカールは特殊な印刷になってまして、貼り方も比較的簡単で、そしてなおかつデカールが印刷面が割れない、割れにくいという、そういったような素材になっています。それでは、まず準備するものですが、ハサミです。そしてピンセット、このような筆があると便利です。それと水です。それでは、今からやってみます。そしてまずこのタイヤを、使ってみますので、じゃあこのデカールを、それぞれ切り出します。そしてまずここでピンセットが必要になります。まずはこちらのデカール、ここに保護シートが1枚あります。ここです。これを取ります。そしてこの字は反転になってますけども、ここに薄皮、こちらが印刷面が載ってる後ろに台紙になって、後ろが台紙です。これを外します。このような状態で薄い紙になります。タイヤにこのまま位置を合わせます。この時点ではつきませんけども、軽く位置を合わせてください。一旦ここで一回貼ってみます。そして筆に、筆先に水が染みてます。ここで塗ります。これは今水です。少し軽く押し付けます。この時点で糊はもうしっかりしてますので、印刷がゴムタイヤの上でずれることはありません。もうしばらく実際置いた方がいいですが、今はこのまま取っています。こういう状態です。それでは、サイドの枠をラインを貼っていきます。あとやり方は、全て同じやり方です。合わせます。軽く押し付けます。同じく台紙をここから外します。合わせます。軽く押し付けます。こんな感じです。水を軽くつけて上からコロコロして、押し当てます。はい、じゃあ最後にもう一枚あります。はい、このような状態です。はい、そしてここで台紙を、薄紙を剥がします。多少糊がついてますので、こんな状態で水で糊を洗い流します。
このような状態です。割れないで変わる。貼り方も簡単ですし、またこれを間違えて落とすときには普通の薄め液を使います。薄め液を使ってシンナーで簡単に落とすことができます。これで落ちてます。簡単ですので皆さんもこちらのデカールを試してみてください。